はい、皆さんこんにちは。どうもヒロです。今ですね、会社からのお願いでちょっとタイヤの鳴らしをしてまして、このデミオにですね、14インチの、新品のスタッドレスタイヤがついてるんですね。で、ちょうど今ね、これから名古屋から、豊橋に向けてちょっと走るんですけど、23号のバイパスをひたすら走ってて、蒲郡ら辺で一回バイパスが終わるので、そこで降りて、で、山を一つ越えて、でそこからまたねバイパスがあるので乗って、で豊橋港かなで、降りるっていう感じで、豊橋の方に向かっていきます。で、だいたいね、距離がね100キロぐらいあるんですよ、名古屋から豊橋までって。なので、今回はですね、今この車についてる新品のスタッドレスタイヤを100キロでどれぐらい減らすことができるかっていうのをちょっと検証というか実験というか、やっていこうと思います。で、本来のタイヤの新品タイヤの鳴らしって、初めの 2,300 キロぐらいは急発進とか急ブレーキとか、交差点曲がったりする時のその急ハンドルとかっていうのを抑えて走ってあげるっていうのが本来のその鳴らしになると思うんですけど、今回行う鳴らしはもうそういう鳴らしとは関係なくて、単純にタイヤをタイヤの皮むきって言ったらいいのかな、最初のイボイボとかついてるのを走って削るみたいな、そういう感覚で、捉えてもらえればいいかなと思います。で、そういう感じのタイヤの鳴らしになるので、もちろんね、急発進急ブレーキもう急ハンドルガンガンやればやるほどタイヤはもちろんどんどん減っていくんですけど、なんせ一般道を走るわけなので、あんまりねこういう車がたくさんいる中でこのブワーンなんてやってたら危ないんで痛い目で見られちゃうんで、そういうのはなるべくしないというか、基本的にはしません。普通に走る感じにはなるんですけども、今ちょうどスタッドレスこれから履く時期にはなるので、スタッドレスって夏タイヤに比べると結構減りが早いんですよ。もちろん走り方によっては全然変わってくるので、そこは何とも言えないんですけど、やっぱり柔らかいので夏タイヤに比べてゴムが、なので結構こうよれたりして熱も入りやすいしっていうので、夏タイヤに比べると結構減りが早いタイヤなんですね、スタッドレスタイヤっていうのは。なので、そういうスタッドレスタイヤで、100キロぐらい、約100キロ走行して、新品の状態からどれぐらい減るのかっていうのをやっていきます。2回言っちゃった同じこと、多分。で、今、川沿いを走るところなんですけど、バイパスにね、入って、山行くまでは、正直、普通にもう走るしかないんで、でバイパスなんか走ったらね、よっぽどのことがない限りそんなブレーキとかもあんまり踏まないし、ある程度車がいたとしてもそんな急発進とかそういうのもないんで、本当にただただ普通に走ってどれぐらい減るのかっていう感じにはなるんですけど、もうね、決め手は山道なんでこれから走るこのルートっていうのが、僕がね免許取ってからね3年間ぐらい2年ぐらいか、もう毎週のように走ってる道なんですよ、ロードスターで。なので今回その通る山道っていうのが、僕もうほとんどもう走りに行ってるわけじゃないんですけど、用事があってこの名古屋と豊橋間を結構頻繁に走ってたので、ほぼ毎週のようにその道を走ってたんですね。なので結構ね、もう頭の中にしっかりこの道の感じが入ってるんですよ。なのでそこはね、正直僕的にはもうほんとね、負ける気がしないぐらいね、多分一番本気で走れる山道っていう感じなんですよ。なのでそこでちょっと今回は頑張ってタイヤを削ってやろうと思います。FF なんでデミオはどうしてもね、アクセル踏めば前がどんどんかいて、でスタッドレスってすごく滑りやすいんですよ。雨の日とかは本当に普通に走っててもちょっとずるって滑ることがあるぐらい滑りやすいんですね。なので多分結構ね、本気でコーナー曲がったりするとやっぱ滑るんで、多分フロントはかなり減るんですよ。
リアはね、やっぱ難しいよね、減らすのがね。なのでまあ、うまいことどうやって減らしたりかわかんないけど、まあフロントだけでもね、ガンガン減らしていこうと思います。ガソリンがね、燃費悪くなっちゃうんだけどね。まあいいんだ。楽しいから。で、今日がね、今ね、日曜日なんですよ。11月の28か今日は。29だっけ ?29 か。8月の29日、日曜日になります。なので、ちょっと車が多いかもしれないよね、バイパスがね。なので、本当にゆっくり走っちゃうと全然タイヤ減らないんで、なるべく減らしたいんだけど、どうかな。今回は僕の大好きなセブンイレブンのカフェラテホット。これ本当に美味しいんで、めちゃめちゃおすすめしたい。大好きこれ。うまっ。と、それからね、お供、さらにそのお供にね、アルフォーツ。映ってないね、多分ね。アルフォートもいますから、もうドライブのお供は完璧です。今正面に見える交差点が、ちょうどこの道が、23号になってます。なので、ここをもうひたすらもうあとはずっとまっすぐ走るだけなんですけど、トラックはどうなんだろう。日曜日の夜だからもう普通にいるかな。はい、今バイパス、まあバイパスというかバイパスじゃないというか23号今走ってます。こっからね、まあ今ちょうど今交差点を過ぎたところで、こっから当分もう信号がなくて、でちょっとしたらまたね 2,3 個信号があるんですけど、それ過ぎるともう本当にバイパスみたいな感じのところに入っていきます。なのでこの辺はもう、まあバイパスみたいな雰囲気があるところです。さあ、まあ車はねそんなめちゃくちゃ多くなさそうなんで、まあさすがに日曜日の8時半なんで、そんなにもうみんなお家に帰ってゆっくりしてるような時間帯かもしれないですね。まあこのまますんなり帰れればじゃねえや帰っちゃいかんし、このまますんなり、豊橋の方まで行ければいいかなと思います。さて、ちょっとアルフォートが食べたい。全然関係ないけど、ちょっとねやっぱ車多いというかね、なんか結構全体的にスローペースではありますが、トラックが少なくていいね。まあ日曜日なんで、やっぱなんだろう、サンデードライバー、俗に呼ばれるサンデードライバーっていう方たちが多いのか、結構のんびりペースで走ってます。まっ、今日は天気良かったし、まあ寒かったけど、まだなんか全然凍えるような寒さじゃないんで、やっぱバイクの人とかツーリングね、今がだいぶツーリング走り納めな時期だと思うんで、きっとみんな走ってるでしょうね。車ももちろんそうだよね。いいなぁ、ロードスターでなんか屋根外してどっかドライブ行きたい。ロードスター、単純にロードスターにも乗りたいけど、屋根外してオープンで走りたいよね。あ、この辺ちょっと信号が続くんですが、3個4個ぐらいあったかな、確かそれぐらいを抜けるともう、ずっともう信号がなくなって、まあバイパスに入る感じになっていきます。はい、今通った交差点が、最後の信号になります。こっから先はもうずっと信号がなくて、まあ本格的なバイパスに入ります。やっぱ車多いかな、どうだろう、まあ多いか。今ミラー映ってるか分かんないけど、ミラーは後ろ見るとすげえライトがもうバーッとなってます。でね、この辺のバイパス結構まあ白バイがいたり、まあ覆面とかパトカーとか、まあ特に白バイが多いかな。昼間は白バイがすごく多いんで、まあ気をつけて運転していきます。あんまねここでパトカー覆面は見ないか、いるんだろうけどね、あんまりね見かけないんだよね。まあこの全体的な流れに乗って走行していきます。こう日曜日の夜とかさ、結構
なんだろう、壮行会とかなんかそういう車のイベントとかで、すげえ車とかがこうね帰り道とかさで、なんかすごいのがいたりすることがやっぱ多そうじゃないですか。なんでそういうのをね、まあちょっと楽しみにしながら走っていきます。前にMRS 走ってると思ったら、その前にあれポルシェじゃね。いいね、オープンドライブ、羨ましい。これポルシェだね、古くね。911カレラみたいな、なんかそういうやつ。いいね、ああいうあの頃のポルシェが一番なんかいいと思う僕はすごくそう思う。古いのなんかかっこいいよね。あのバンガンミッドナイトに出てくる悪魔の Z じゃねえや、 ブラックバードみたいな、あの頃のポルシェはかっこいいよね。初音ミク張りまくりのコペンだったで、もうすぐ、1車線になって、1車線になってから、まあ、10分20分走れば、一旦、ガマゴリラ辺についてバイパスが終わります。そんなに車なく快適にここまで来れました。窓開けてるけど寒いな。寒いけどね、運転するときね、窓開けたくなるタイプの人間なんですよなんか窓開けてたいんだよね。この辺から、車線がなくなります。さあ、もうちょい走れば山に行くので頑張ります何を頑張るか知らんけど頑張ります。はい、今蒲郡市に入りましたこの右側は、まあ、あのなんだろう、ラグーナ蒲郡とかっていう、まあ、遊園地があったりするとこら辺ですね。もうすぐバイパスは終わるんですけど、結構まあもうすぐそこが海だったりして、まあちょっと綺麗な景色が見えます、ここはこんな感じ。もうすぐ山に入るのでワクワクです。さて、トンネルを抜けてここでバイパスが終わります。
窓開けると風うるさいかな、まあ、いいか。はい、蒲郡インターですね。ここで降りることになります。さあ、ここちょっとオレンジのなんか綺麗な感じになってます。で、ここを降りてもうすぐ山に入る感じです。一応ここ三河湾スカイラインっていうね、峠があるんですよ。そこのすごい近くというか、ちょうどこれから走る山はそこのまあ入り口みたいな感じにもなってます。山登り切ったところで三河湾スカイラインのまあスタート地点というか、入り口、こっち側、蒲郡側からの入り口があります。ワクワク、どうだろう、バイパス、今回の動画の趣旨というか目的はあくまでタイヤがどれぐらい減るかっていうことなので、今バイパス走ってきた分でどれぐらい減ってるんだろう、タイヤが。意外とね、減るようで減らないようで減るような、なんかね、普通に走ってるとね、意外とイボイボってね、簡単に取れないもんなんだよね。で、あと雨の日はね、本当に減らない、タイヤがするな。さあ、この辺からまあ徐々に山の中へ入る感じでちょっと頑張ります。無言になっちゃうかも。この辺ね、道めちゃめちゃ悪かったんだけど綺麗になったんだよね、ありがたいことに。猫がおる。タイヤが今回履いてるスタッドレスタイヤが195/65/14っていうサイズなんで、初めて195の太さのタイヤをこの車で履いてるんでね、スタッドレスだけどね、まあ安定感はなんかある感じする。やっぱ細いとどうしても安定しないというか、ふわふわするんだけど、それが結構ない。よし、車来る、危ない、急げ。レッツゴー、頑張れ、デミオ。ギア比がね、この車はあんまり合わないんで、2でちょっと頑張って引っ張るしかないんだよね。3行くとね、一気に落ちるんだよ、回転数が。4000まで落ちるとね、加速していかないんだよね。まあ、上がれ。はい、ここ頂上で、これ左行くと先ほど言った三河湾スカイラインに入っていけます。昨日一昨日とかだったら結構走ってる車多分います、ここは。こっからは下っていきます。まあ下りはそんなに走るとこないんですけどね。めちゃめちゃ吸ってる。減衰固めるの忘れてた。はい、ということで、山を終わりまして、もうすぐ、バイパスの方に入っていきます。ちょっと電池が
カメラの電池が多分途中でなくなっちゃって、どこまで映ってるかわかんねえ。ショックだ。多分ね、山走ってる途中で切れてるね、これね。最悪だよ、マジで。一番なんか、撮りたかったところだったのに。一応今見える、正面に見えるあの信号が、バイパスの入り口のところになってます。これを右に行きます。はい、ということでバイパス乗りました。もうあと10分20分ぐらいかな、このバイパスを走れば、目的地というか豊橋の方に到着いたします。まあね、あとはもう普通に走るだけなんで、走って豊橋の方着いてちょっとコンビニでも泊まってタイヤの具合を見て終わろうと思います。ということであと20分頑張ります。はい、とここでバイパス降ります。名古屋じゃねえや、豊橋港インターです。だいたいここでね、まあ100キロぐらいになるのかな。さあ、ちょっとその辺適当にコンビニ入ってタイヤの様子を見てみたいと思います。はい、ということで、今降りて見てみてますが、全然減ってねえんだけど、まだイボイボ全然ある。そうでしょ。そう、動画だとあんまちょっと伝わりにくいかもしれないんだけど、まあ、こうやって見るとイボイボだらけ。マジか、こんなに減らんもん。こっちも、こっち左側ですが、減らねえ。すげえ、まだイボイボいっぱいだ。マジか。こんな感じで、まあ熱がちょっと入って、まあなんかやられた感はあるんだけど、特に内側が。でも全然だね。マジか、びっくり。まあこんな感じで100キロ走ってもタイヤは意外と減らないということですね。あんだけ山頑張って走ったのに全然減ってねえや。ショック、もっと減ると思った。やるね、横浜。何これ、アイスガード IG50、まあ、結構いいスタート予算ですね。ショック。はい、ということで、名古屋から豊橋まで約100キロ、新品のサットレスタイヤで走行してみて、どれぐらいタイヤが減るのかという、まあ、検証みたいなものをやってみたんですが、結果100キロじゃ全然タイヤは減りません。まあ今回はあくまでね、そのバイパスと、まあ、1箇所峠走って、まあ、さらにバイパスっていう風なルートで約100キロ走行したんですけども、やっぱりね、普通の速度で普通に走ってる分にはまあそう簡単にねタイヤ減るもんじゃないと。まあだいたい新品でタイヤ買っても、まあ3万から5万キロぐらいとかはまあ走り方によっては走れると思うので、まあそれに比べたらね、そのうちの100キロってね、100キロでそんな減らせるかっつったら、まあそう簡単には減らせないよという感じですね。まあサーキットとかでさ、もうずっと全開で走行してるようだったら、もちろんね、どん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 溶けてなくなっていくとは思うんだけど、まあやっぱ普通に走ってればね、いくらスタッドレスで減りやすいって言っても、まあそこまで減らないよっていう感じですね。そんな感じの検証結果になりました。僕的には峠結構頑張って走ったんで、もっと減ってるかなと思ったんだけど、全然減らないっていうね。まあイボイボがあんなにしっかり残ってるとはちょっと思わなかった。せめてもうちょっと取れてるかなと思ったのに、全然残ってたね。まあこんな感じでね、スタッドレスタイヤはまあそう簡単には減らないですよということでした。はい、ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。では、バイバーイ。